しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。今日で第4回目を迎えますしゃべくり松代担当の片井です。今回は奇妙山天狩山トレッキングの会の会長さんであります島田さん、並びに副会長の宮林さん、お二人をお迎えして、いろいろお話をしていただきたいと、こんなふうに思っています。それではまず自己紹介からいきましょうか。それでは私の方から紹介させていただきます。私はこの松代町のエコールド松代と、それから松代住民自治協議会、教育文化部会に所属しております。そしてまたこの松代テレビに、関わるきっかけとなりましたのは、その教育文化部会の中で、ただいまこちらの代表であります宮坂さんから、インターネットで動画を配信したいんだけれども、ぜひ協力をしてほしいと、こんな要請を受けまして、私も常々、エコールド松代の映像専科に、所属しておりますので、松代の良さをぜひ全国的に、発信できないかなと思ってた矢先でございましたので、何のためらいもなく賛同いただいたようなわけでございます。そしてまた現在の立場といたしましては、松代テレビのスタッフの一員として、大きなイベント等にはカメラを担いで取材に出かけて、皆様と一緒に番組を作っていると、こんな状況でございます。それではじゃあ、島田さんの方からまた紹介をしていただきたいと、こんなふうに思いますね。はい。松代町の松山町というところに住む島田であります。ちょっとこんなこと言うと、皆様に言われますが、地月山にケーブルができた頃、やはり天飾山もなんとかということを子供ながらに思った島田であります。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、同じく副会長の宮林でございます。私も、勤めてる最中は会社の登山部に入ってましたが、辞めてから毎日毎日朝見ると奇妙山天狩山が見えて、何とかしようということで山の仲間を募ってこの会に入っております。はい、ありがとうございました。それではお二人の紹介が終わった後、本論に入っていきたいと思います。まだその前にですね、そもそもトレッキングとは何でということでございますが、大型の皆さん方はね、すでにご存知だと思いますけれども、知らない方のためにもちょっとここで、解説していただければ、これからの話がより分かりやすくなるんじゃないかと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いしております。まず会長の島田先生の方に説明します。はい。トレッキングという言葉は長野市の観光課の一つの、用語として生まれております。で、実際の中身は、ウォーキング、ハイキング、そしてトレッキングで登山があると、こんなレベルの順番があると思います。ですから、里山の高いところの登山、こんなふうに思っていただければいいんじゃないかと思います。じゃあ大型あれですよね、登山と、ウォーキングの中間と、こんなふうに理解すればよろしいんでしょうかね。そうですね。はい。そうすると、いろいろな形でご活躍いただいているわけなんですけども、組織的にはいつごろ から活動が始まったということなんでしょうかね。はい。平成17年からね、山の仲間たちが集まり、活動を始めて今に至っております。そうするともう随分経っているということですよね。で、現在はどんな組織で運営されているということになるでしょうか。はい。最初は奇妙山天狩山の有志、山仲間が10人ほど集まりまして活動していましたが、それから松代自治協議会の組織に入りまして現在に至っているところであります。
ああそうですか。じゃあ、まあ、住民自治公園の、まあ、一部門としてってことですよね。そうすると、まあ発足から今日に至るまで、まあ、それぞれいろいろ経緯があると思いますけれども、そんなことも含めてお話しいただければと思うんですが。一番私の心を動かしたのは、寺尾の押島田地区の皆さんが27回8回という登山を4月29日にやっていたと、その心意気が我々の仲間を勇気づけて現在に至っているというふうに私は思っております。ああそうするとその押島田の皆さんのそれが一つのモデルになって、いるということですよね。そうですね、はい。まあ、そうすると、まあ、いろいろなこれだけの、まあ、イベントを開催されるにあたっては大変だと思うんですけども、現在会員の皆さん方は何人ぐらい、いて、まあ、普段どんな活動をなさっているんでしょうか。大体20人前後が、主だって毎回活動するという具合になっております。あとは日曜日にお勤めがあったり、ウィークデーに勤めがあるというようなことで、そこのところに差異が違いが出てきております。そうですね。そうするとあれですよね、これだけな、まあ、イベント開催するにあたってはそうしょっちゅうとやけにいきませんでしょうから、まあ今までの経緯から言って年にして何回ぐらい開催をされているということになるんでしょうかね。はい、基本的には年2回春と秋に計画しております。その他に地元の東条小学校、寺尾小学校の遠足にね、私たち仲間がサポートをして遠足に行っております。それで子どもたちがこのような私たちに色紙、またこのような写真をね撮って、参加引率した人たちにお土産にくれるんですけど、本当にこのがまた楽しみにして疲れも吹っ飛ぶような気持ちで頑張っております。あ、なるほどね。そうするとやっぱり子どもさんたちも一緒にですね、まあ参加されるということで、まあそういう子どもたちが大人になってもまたそういったものに興味を持って健康維持のためにもね、皆さんと一緒に活動されていくということを大いに期待をしたいですよね。はい、それではこの開催にあたってですね、当日のまでの準備、まあ、いろいろと大変ご苦労があると思うんですけども、まずその開催日の決定とかですね、整備とか下見、まあ、それぞれいろいろあると思いますけども、どんなことが一番のご苦労といいますか、開催日までには行われるんでしょうか。一番はですね、今考えてみて長野市の観光スポットとしての認定を受けると、それまでの間にどういうことをやれば長野市がうんと言うのかと、それをあちらこちらで、お聞きしながら実際にみんなで心を合わせたと。で最後は、大変嬉しいという気持ちに変わりましたが、そんなとこかと思います。ああそうですか。そうするとね、まあ、結局プロのためには喜びがあるということですけどね、まあ、これからと言いますか、今皆さん方が関わっているコース、こういったものは松代地区内ではどのくらいになっているんですかね。そうですね、今水上さん、それと大室古墳と霞城、象山山、それと野呂山に今かかって、これを完全なまたトリッキングコースにしようと頑張っているところでございます。私も大室出身ですけれども、現在今のお話に出てきたね、古墳群からずっと金曜山、あるいは霞ヶ城ね、その今お話があったそういったところの、まあ、大変いいコースであると思うんですけどもね、これもぜひ、まあ、早いうちに開発していただいて実際に行動に移してできるように、お願いしたいと、私の方からもよろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、その他にこれから、まあ、どんなコースを想定していますか、開発する予定があるんでしょうかね。そうですね、まず第一に金曜山コースから
大室古墳、また霞城跡地、そのコースを早急に整備して進めていきたいと思っております。まあ、真っ白な、確かにね、いろんないいコースがあると思うんですけども、まあ、そういった形でですね、どんどん多くのコースをこれからね、開発していただいて、より身近なものにしていただきたいと、こんなふうに思っております。それでですね、皆さん方それぞれいろんなところに、その長井市にも先ほどたくさん その公認コースがあるというふうにお聞きしたんですけども、まあ、特におすすめのコースといいますかね、そういうものがありましたらまたご紹介いただければと思いますが、どうでしょうかね、ちょっとまあ変わったコースとか、まあ、景観の本当に美しいコースとか、まあ、いろいろあると思いますけども。そうですね、今長野市に6つのトリッキングコースが認定されたコースがあるんですが、特に私たち の天風れ奇妙山は岩場があり、また急登がありという、本当にトリッキングというか登山に近いような山でありまして、今長野県以外の全国から私も駐車場のナンバー見ると県外の車が来ていましてね、本当に楽しい山でありますね。それでまた車の置いたところへ周遊できるというのが魅力的な山でもあります。ああ、そうですね、やっぱり駐車場までまたこれずっと戻ってきて、ということになりますからね。そうしますとあれですよね、今そのインターネットなんかでこう情報を調べて、来ますから、大勢の皆さんだったからこの地方だけじゃなくて、はい、まあ他県からも来るということですよね。ぜひそんなことでこの長野市真っ白、また そういうところでもっとまた発信できればとよろしいかと思いますけどね。はい、ありがとうございます。それからまあこの公認にあたってですね、公認コースするにあたって、まあ、大変なご苦労があると思うんですけども、行政とのつながりとか地元の皆さんとの接触、こんなことがあるかと思うんですけど、島田さん、その辺のことはどうなんでしょうね。ですね、今考えて、それぞれの場所を勝手にコースとして決めるわけにはまいりません。で、地主の方に了解を得るという大事なことがあったんですが、ただいま現在は個人情報の問題がありますので、それでお願いに行く、どのお宅へ行くかということで大変苦労いたしました。それからもう一つは、各ポイントごとの区間の距離の長さを測るについては、100メートルの紐を持ちまして、先と後ろと移動しながら何メートル、何百メートルという、この設定が非常に大変な仕事でした。はい、ありがとうございます。まあ、大変なご苦労があるわけですよね。まあ、これからですね、まあ、長野の北信地方も紅葉も終わって、これから寒い時期が入るんですけれども、やっぱり、冬山という登山においては聞いておるんですけども、トリッキングの場合はその辺のところはどうなんでしょうかね。今後 の秋からの計画はないんですけど、里山っていうのは秋から春にかけてが楽しい山でありまして、私も夏はアルプス、冬は里山と、そのようなことで今中高年の人たちが里山ブームでね、たくさんこの山へも来ております。ああ、そうですか。ありがとうございます。もう私もね、まあ、この寒くなるとどうもその冬山登山というのはよく聞いておるんですけども、やっぱりトレッキングはもうオフになるかなと思ってるんですが、ちょっと認識不足で、まあ、通年を通してね、よろしいかということでしょうね。はい、いろいろとお聞きしていきましたけども、最後にですね、せっかくの機会でございますので、このインターネットテレビを通じてですね、皆さんにお伝えしたいことがありましたら、おっしゃっていただければありがたいと思うんですが、松城は1622年から真田さんが初代になりました。それ以前、山城、大室さんの山城、寺尾さんの山城、金井さんの山城という具合に山城がたくさんあります。それは農業のために
平城の場合は池ですが、山城は堀切という、その辺を皆さん鑑賞していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、皆さん方のこれからのますますのご活躍をご期待申し上げまして、終わりといたします。どうも今日はありがとうございました。はい、はい、さて来週のしゃべくり松代、私ども松代テレビ局のパーソナリティー曲谷さんなんですが、曲谷さん来週よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、曲谷さん、はい、来週はどなたをお呼びするんですか。来週はですね、はい、この2010松代イヤーのキャラクターのエッサホイササッサと、それから山上哲夫さんをお迎えしたいと思います。ちょっと欲張ります。あ、たくさんお呼びするんですね。はい、いや、それで曲谷さんは、はい、この、はい、お猿さんたちがなぜ松代イヤーのキャラクターになったかというようなお話をしたり、それから山上さんの関係、その関係ですね、はい、山上さんとお猿の関係、はい、それから山上さんに関係あるいろいろな曲をちょっと歌ってしまおうかなって曲谷さん歌っちゃう。そうですね、曲谷さんの歌が聞こえる、はいはい、素晴らしい、楽しみですね、はい、あとは何か。そうですね、山上さんのお父さんが山上武雄さんなんです、ね、で山上武雄さんの作品のいろいろご紹介をちょっとしたいなと思っています。素晴らしいですね、はい、それでは来週のしゃべくり松代、はい、どうぞお楽しみに。しゃべくり松代、また見てねー。